真夏のレディースチャンピオンの舞台となるここ芦ア屋アで花曇りの空の下、春を告げ、満開の花を咲かせるのは誰でしょうか。ボートレース芦ア屋ア G3 オールレディースマクール杯、いよいよ優勝戦第12レースを行います。対戦メンバーは1号艇、福岡の日高逸子、2号艇、岡山の田口節子、3号艇、愛知の谷川理恵、4号艇、大阪の五反田忍、5号艇、香川の山川美幸、6号艇、愛知の宇野弥生です。 6まだバック側枠なりに作戦行動人気を集めるのは地元1号艇の日高逸子です昨日の準優勝戦は1号艇でただ1人1着ゴールでこのポールポジション手にしました1号艇日高の陰線2コースには2号艇の田口節子です右肩上がりに仕上げてきて3月から3連続優出3コースには3号艇の谷川理恵昨年からの連覇がかかっています準優勝戦は角からまくって優出です 4コース角に引っ張る4号艇5タン打11号モーターのパワー存分に生かして予選はトップ通過でした5コースに5号艇山川美幸レディースオールスター初代女王も近況絶好調そして大佐トラックコースに6号艇宇野弥生自慢のスタート力を駆使して好成績です枠なりの3対3インコースから1番2番3番4番5番6番です スタートしました。五番、六番、アウトの二点。好スタートで、その後は四番、五番、六番とダッシュ勢が出ていきます。さあ1ク、一幕、マクロ四号艇の五段だ。さらに外二段でいった五号艇の山川。まくり合った四番、五番の優勝争いとなっています。スタートは前提正常でした。 まくった四号艇五段だと、二段まくり、五号艇の山川。四番、五番が抜け出しての突破ら沿いになりました。これから二マークの旋回です。内側から先に回ろうと、四号艇の五段だ。五号艇の山川。一歩遅れを取ってしまいました。先頭は四号艇の五段出しのぶです。二番手が五号艇の山川。三番手には二号艇の田口が続いて、上位三艇、四番、五番、二番。レースは二周目に入っています。 スローの3人がややスタート慎重でした角からまくった4号艇の五反田先頭で2周の1幕2番手、5号艇山川攻めた2号艇田口でしたが3番手上位3艇4番、5番、2番です4番手に人気を背負った1号艇の日高5番手、6号艇の宇野最後方に3号艇の谷川 番番手4番手の定観がじわり詰まって2周にマーク先頭は4号艇の五反田2番手5号艇山川3番手2号艇の田口が回ります1号艇平佳の差しここは届かず上位の3人変わりなく4番5番2番で優勝戦は最終周回です。 先頭はまくりを決めてトップに立ちました4号艇の五反田忍です約4年8か月ぶりの V ゴールが見えてきました最後の1マークトップでクリア2番手が2段まくりで攻めた5号艇山川3番手は2号艇の田口上位3艇4番5番2番で最後のバックストレッチを構想中この4号2の組み合わせ3年単のつ108.2倍となっています ラストダンマーク先頭は4号艇の五反田忍です。これが久しぶり。通算9回目ア芦アでは初優勝のゴールがもう目前になっています。4号2。で間もなくゴール。先頭4番五反田優勝五輪5番山川五輪2番田口五輪1番平川五輪6番宇野五輪ラスト3番谷川五輪以上優勝戦前提五輪しました。